On the ice, representing Czech Republic, Katerina Belankova and Otto Drobula. 5番、カテリーナ・ベランコバ、オットー・ドラボラ組、チェコ。チェコのチャンピオン、カテリーナ・ベランコーは20歳、オットー・ドラボーラは24歳。コンビを組んで2シーズン目。ベランコーアは95年の世界選手権では別のパートナーと組んで15位でした。おとといのショートプログラム終わって14位。トリプルサルコーは失敗です。ツイストリフトに行きます。スプリットの3回転トリプルツイスト。ダブルアクセル成功。バックインのデススパイラル。綺麗な線のスパイラルステップです。流れる曲はワルシャーコンチェルト。スローイングはシングルになりました。右足バックアウトのデススパイラル。腰の位置からスターリフトです。まあ失敗しました。ハンドトゥハンドのオーバーヘッド。ダブルフリップ。ダブルループ。よく足が伸びています。
最後にペアスピンです。30秒滑り切りました。チェコのカテリーナ・ベランコーワ、オットー・ドラボーラ、全体にこのスピードが少し不足していました。なかなか自分たちの力を発揮するということは大変難しいんですが、チェコの旗も見えます。このフィギュアは夜始まりますので、競技を終えた選手たちが応援に駆けつけてきています。3回転回します。女性が空中でツイストするツイストリフト、そしてこの2人で作るペアスピン。まあ、コンビを組んで2シーズン目ですから、なかなか一つ一つの基礎的な技を作っていく、そういう時期ではあります。女性のカタリーナさんは大学2年生です。20歳。さあ得点が出ます。まずフリーの場合はテクニカルメリット、技術点、演技の難しさ、確実性、変化に富んでいるかどうかを評価します。6点満点。そしてプレゼンテーション、プログラム、音楽との調和、表現、主に芸術部分、そして2人の動作の調和を見ます。5組終わってトップです。ベランコーワ・ドラボーラ。